ロスビエース。さあ、ということで、今開催されて、まあ今日月曜日なんで、まあ今日終わっちゃうんですけども、外国人 OB ガチャがありましてですね、でイベントも、やってますけどもですね、そのですね、まずは OB ガチャやったんですよ。やって前撮影だけしてて、まだちょっと出してなかったんですけども、だから今回その時撮影してた、これ音声だけになりますけども、そちらの動画をまずご覧ください。外国人 OB セレクションというところで、ブランコ、だから誰が欲しいかな、クロマティ。なんかブランコがミートパワー同時で、めっちゃ評判いいらしいですね。ペタジーニ欲しいね。ペタジーニ。ヒルマン。請求スタミナ A だって。同時。ああ、でもなんか吸収があれだね。リア台向きじゃないね。すげえ、クロマティ。クロマティだけ。クロマティ欲しいね。だからあれだね。欲しいのは、クロマティ、ペタジーニ、ブランコ、ヒルマンだね。やっていこうかな。30連で、お、月が出た。さあ、どうなの、どうなの、ちょっと光ってるよ、黄色よ。2枚とか欲しいなぁ、S が。2個ノーニッコリ、ノーニッコリ。あ、待ち、ご覧。いけるか。お、いいの。エスコア、クロマディ B、 おわ B ばっか、 B よく来るね。デラロサ、デラロサいっぱい持ってます。20連目デラロサマジいっぱい、これ何も出てない。お、レッツゴーだよ、レッツゴーだよ。これどうなの、これはどうなの。ブルー光ってくれ。もうワン、ノー。さあ、にっこりにっこり、飛びもせない、飛びもしない、飛び、お、わあ、メディア、何これ、これあれ、お、こい、あー、ねえねえ、うー、ブセリッツ、お、ブセリッツはいいで、ね、S ね、当たったから。あ、結局一人、これが絶対当たる。クロマディ、ブランコ、ペタジーニ、ヒロマ。もうこれ演出いいよ、どうせ当たるんだから。しかも何もないしね。クロマティー、ブラン、ペタジーニ、ヒルマン。さあ、2番、あと石川、 A も出るよ、 A も出ないよ。さあ、 A も出ない、最後来い、マギー。さあ、ということでですね、前回引いてマギーです。欲しかった、ペタジーニ、クロマティ、ブランコ、ヒルマ。でもそっからしっかりイベントをですね、イベントをですね、しっかり回ってですね、その後外国人 OB 契約書 S ランク報酬でいただきました。その報酬何が当たったかご覧ください。さあ、 S ランク契約書何が当たるんや。欲しいのはクロマティ、クロマティ、ブランコ、ペタジーニ、ヒルマン。さあ、絶対当たるからね、これは。絶対当たるから。フル演出、フル演出。さあ、ゴメス。さあ、というところで、OB セレクションガチャでは、マギーが当たって、で、報酬では、ゴメスが当たったっていう動画をお送りしましたけども、どうなんだろうね。でもなんか、ゴメスも、で、今はイベントめっちゃ回ってるんだけど、マギーはめっちゃ打ちやすいけどね。マギーもゴメスも。だから、育てればいいのかなと。あとはもう、コーチ使うしかないのかなと。っていうところですけども。それでですね、今、サズダキはですね、イベントを頑張って回ってですね、まあ、このね、イベントをしっかり今回って、今日も月曜日の、まだ午前中ですけども、今日の2時までというところで、そのイベントが終了で、なんとかしてですね、最初はですね、頑張って2万円以内に入って、S ランク自チーム外国人 OB 契約書っていうのをもらいに行こうと思って頑張ったんですけど、いや、さすがにちょっと2万円以内は、時間がないんですよ。
でその中でもうどうにか頑張ってやってたんですけど、やっぱ2万位は難しいと、もう一日中やり続けなきゃいけないんちゃうかっていうぐらい、ちょっと2万位は難しいと。現時点で、ランキングはですね3390位です。だからあと数時間で終わっちゃうんですけど、ここはなんとか踏ん張って、ちょここのこの動画撮影後もちょっと頑張ってですね、最低でも3万位以内に入って S ランク外国人 OB 契約書は欲しいと。こう3万位以内に入らないと 30% になっちゃう。これはちょっと怪しいと。ここを数日やり続けて2万8000位、起きたら3万1000位みたいな。おいおいおい、この3000、4000のこのランキングの攻防戦、やばいねっていう、このもう上下が、寝たらアウト、寝たらアウトっていうところで頑張ってきて、今、3万390位だから、最低でも390人には抜かなきゃいけないんだ。ここをしっかり抜いて、今ね、OB セレクションと契約書、報酬でもらったやつをやってですね、これは抜いていきたいというところで、佐々木プロスピガチで楽しんでます。はい、日付が変わってですね、これつけてます、動画をつけてます。ターニングポイント、あの時3万ちょいでしたけど、そっから3時まで頑張ってやって、結果ランキング2万6827位というところで、3万以内に入ってですね、OB 外国人 OB 確定 S いただきました。危なかった最後、本当もう心配すぎてちょっとやりすぎたね。もうちょっとエナジー使わなくてもよかったね。ターニングポイント、ランキング2万6827位の報酬やりましょう。欲しいのは4つだから、マギーとゴメスやめて、かぶるの絶対ダメ、もうそれだけは。だから3割だね、 100% 当たる中の3割。ゴーレッツゴー。まあもう演出とかどうでもいいからね、だから絶対当たるんだから、うんね、演出は何もないよ本当。お、ブルーは一応光ったね。お、勝手に持ってる。さあ誰か、その4人の中の誰か。おい、ヒルマン、ヒルマン、いいね。なんかヒルマンは聞いたところによると、リアタイではまあ使えないらしいけど、なんかリーグオーダーではめっちゃいいらしくて、しかもロッテだからね。イエス。最近ちょっとね、ガチャとか報酬の契約書ちょっとついてなかったけど、ここに来てきたね。さあというところでですね、今日はですね S ランク確率 30% の契約書、セレクション監査祭のプレゼント、これを10連やりたいと思います。いくつ S が当たるのか、佐々木は持ってるのか。え、でも当たってる人めっちゃ当たってるやんな、4枚とか5枚とか。でもゼロの人もいんのかな。まあでも確率はあるな、ゼロもね。でもさすがに3行きたいね、3は。お、紙吹雪飛んでます。はい、1枚は確定しました。はい、ブルーに光ってのカットイン。お、結構いいよ。さあ何枚来る、何枚来る、何枚来る。はい、最初は乗り元、お、乗り元嬉しい。中川いいね、玉井いいね。お、そう、桜、お、ここも、お、5枚でもないないない、 S が来ない、糸いいの、 S が来ない、 S が来ない。お、来た、山本由伸持ってるけどね、持ってるけど。さあさあ宮崎、はいはいはい、からの、からの、からの石川いいね。はい、からの、はい、お、最後だぞ。はそう、じゃあちょっともう一回、まだちょっとあるやつやるわ。ミリオンマネージメントとかでもらった報酬だ、4枚、 10% 2枚 30% 1枚絶対当たるやつ1枚、 4つ、最低でも2個だね、4つのうち。でもまあ S は1個だから1個当たるんだけどね。さあさあ、栗山、はい、小川、お、2連チャン、陽大館、ピレラ、シリーズ 2A、 おかしいな、コナミさんお願いします。